2人ならちょっと行かせてもらおうか。3人いるかこれ。あ、でも大丈夫そう。大丈夫そう。行けたっぽい。ゴー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 。黄緑水色。黄緑水色。黄緑水色。これはダウンロードからやっていきます。はい、はい、ウェポンの、うん、チュンチュンやるところの左ですね。多分停電しようを解除しに向かおうとしたところキルされたと思われます。で、直近で見たのはゲンさんが、停電前に、ウェポンから一緒に下って僕は O2 に入ってゲンさんはナビゲーション方向に向かってはい、のか以上です。はい、ナビゲーション僕が一番最初に到達して、はい、停電になって、あ、やばい、殺されると思ってエレクトリカルに向かう途中で、ナビゲーションの前でゲンさんとすれ違ってますね。あ、あの影はじゃあ、テラゾーさんですね。私、足しか見なかったんですよ。はい。はい、はい、それです。水色、黄緑、赤、無理です。水色、黄緑、赤。水色、黄緑、赤、白、緑。はい、レジートセンターさんが初手アドミンで、停電ほぼ多分同じぐらいの動きなのかな。で、直しに行って、で、まあ、着いたらもう直ってたんですけど、そこにアルマさんがいたって感じです。水色、黄緑。水色、黄緑、赤。赤、白、緑、緑。白、緑、白、緑、左、左。はい、ザチキンはメッドベイでスキャンした後、カフェテリアからエレクトリカルの方向に向かってます。怪しい。誰も見てません。うん、一番まあ容疑者。最終位置はどこですか、ダチキンさん。最終位置はアドミンの前ですね。その字で終わってます。うん、僕最終位置ストレージの給油してたんで、うん、そこには誰も通ってないって感じですね。うん、じゃ右組で絶対無理って人、一方的な情報とかでも、原さんは僕が下っていくとこまでは見えてない。見えてないですね。そうか。で、多分ですけど、私も皆さん目線は 100% しろとは言えないと思います。うん、ベントレ飛んでウェポンできるしたんじゃねとか言われちゃったら反論できないです。はい。なるほど。で、藤宮さんのセルフか、ゲンのベント切るとか、うん、寺蔵さんが嘘ついてて、普通にウェポンで切ってどっかで逃げてるとか、うん、ただ、ナビゲーションシールドコミュニケーションストレージといって誰ともすれ違ってないっていうのは先出ししておきますね。うん、はい。なんか絞れなそうな感じしますね。うん、なんか待って、ザチキンさん。ザチキンさんが一番濃いかな。超最悪、白緑の二郎で。人数的に次のターンにしよう。僕が右側やるのは。ピッ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 。ナイス。おいおい。で、目線は昨日もうお伝えしたのは大体その4人ぐらいかなって思ってます。はい、他の方追加情報あればお願いします。ないな。ないんじゃないですか。なければこれ最後のボタンにしてもいいくらいかもしれないです。そうだね。ゲンさんはナビゲーションですか、最終は。あ、はい。ナビのダウンロードやってもう一個やろうかなぐらいとかって気がします。あ、すみません。あ、ごめんなさい。どうぞ、ごめんなさい。はい。ウェポンから一緒にゲンさんと降りて、はい、O2 の落ち葉とゴミ捨てやってすぐウェポン上がったので、はい、寺蔵さんがゲンさんとナビゲーションで目撃されてからウェポンに行くっていうのはかなり厳しいんじゃないかなと時間的に思ってますが、でも寺蔵さんストレージまで行ったんだったら十分可能だと思うんですけど、まあそのうちくらいの時間はありましたっていうことですね。ただ俺はゲンさんがナビゲーションで停電してんのにダウンロードやるっていうのが相当危ねえなとは思うので、あんまりクルーの意見じゃないかなって気がします。危ねえとは、まあ分かる。
ナビゲーションで停電してたら殺されるでしょ。まあ死んでも別に。まあ、ってまあ、それも分かんない。心理状況的に。はい、あ、すみません、LG ちょっと聞きたいんですけど、センターさんに聞きたいんですけど、僕はアルマさんとセンターさんが無理そうだなっていうのを思ったんですけど、夏目先生と畑底さんが無理っていうのがちょっと僕分かんなくて、目撃の記憶がないから、ちょっとお聞きしたいなと思って、どうしてしようか。畑底、夏目先生は所定左に行って2人だけです。ここはお互いが無理って言ってる。あ、そういうことか。だから、強二郎の可能性があります。夏金さんは見てないから怪しいってなりますか、その2人。はい、もらえません。あ、なるほど。メッドベイは、暗転中に行くやつでやったんで、見てないな、別に怪しいとは思ってません。2人目線怪しいなとは思いますか。いや、わかんないです。見てもいないし、そこにいたかもっていうのもわかんないから、2人ともメッドベイ寄ってないんですか。寄ってないです。ああ、そうなんですね。はい、じゃあ、なんか今回、ガチで絶対無理なのって、夏目先生と畑底さんのペアも考えると、LG、アルマさん、センターさんぐらいって感じですか。うん、そうですね。爪はたさこ両方はないんじゃないの。まあでもなんか正直場所的に誰とも会ってないの結構難しいかなって感じしますけどね、殺してて、うんうん、てかそれこそ切ってたら雑誌金さん見てるんじゃん。そうそうそう、うんうん、雑誌金さんかげんさんが怪しいかなってなんとなく思ってます。はーい、はい、これはでもいいですけどね。2人ならちょっと行かせてもらおうか。3人いるかこれ。あ、でも大丈夫そう。大丈夫そう。黒、青。黒、青、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 黒。コミュ妨害。しました。アルファエンジンの下側です。で、コミュニケーションが直った後に、ストレージに行ってそこからアドミン見たときにリアクター1、アッパー1だったので、そのアッパーかリアクターに。はい、エレジー、リアクターです。レポートの多分30秒ぐらい前にアッパーを通って、その時は当然いずに十字路でも目撃せずにリアクターで、タスクを2つやっている時にレポートって感じです。まあ、正直黒い地にいるのは分かってるんですが、まあそんぐらいしか出せることないかな。ゲン、はい、さんってどういうルートですか。ゲン、右でぐるーっと回っていって一通りタスクをこなして、はい、コミュニケーションの差を直してストレージのゴミ捨てやってエレクトリカルのタスク1個やって無理だと思います。あ、オッケーです。ごめんなさい、オッケーです。すいません、はい、私目線夏目さんと先端さんも無理ですね。コミ差を直した時にお二人見た気がするんで、はい、間違いない。藤宮さん目線雑誌金学習死ぬほど怪しいんじゃないですか。まあそうですね、アッパー行く時にカフェテリア、はい、で左側が出てきてるんですけど、雑誌金はテレアドさんとエレクトリカルご一緒した後ロワー座敷が先に抜けてアッパー抜けてます、その後 LG さんは見てないかな、メッドベイにも入らずにそのままカフェテリア抜けてって感じです。その時に藤宮さんとステージがあってアドミン確認したらアッパー1リアクター1だったんで左側に起動起こってないかなと思ってアルマさんかな、アルマさんと一緒に向かってました。テラゾーさんとどこで別れましたか。テラゾーさんとはエレクトリカル、テラゾーさんを残して別れてます。メッドベイじゃないですか、エレクトリカルじゃん。ん、エレクトリカルじゃなくてメッドベイじゃないですか。僕コミュニケーション直った後に見てるときエレクトリカルはついてませんでした。メッドベイに2ついていて、そのメッドベイ2が消えるのを見て、いや、メッドベイには1回も乗ってないです。エレクトリカルでテラゾーさんと初手でご一緒してます。じゃあメッドベイ、その後からテラゾーさんから見てます。テラゾーさんとは1回も会ってないですね。エレクトリカル出たあたりで購入サボになったんで、アルマさんの情報はコミサボ5だったら、まあザチキさん8ならつってもいいんじゃないかなと思うんですが、私はザチキンさん、藤宮さんまで釣りたい。ああ、まあ僕も釣ってもらっても、はい、
藤木さんに入れました、今。僕も入れました。はい、じゃあ押します。ジミヤさんは繋なくていいと思うけど。尊い犠牲だったぜ、夏目先生。死体増えてる。生産ですね。ボタン前にいましたね、さっき。ははは、3キル取ってやったぜ。釣れよ。ボタン前一人で残されたインポスターはキルするしかねえんだよ。信用取るためにボタンなんて押してたまるか。僕はもうボタン使ってたんで。いや、ゲンが死ねばよかったですね、申し訳ない。ははは。ハチキンさんが黒くなると一人殺した後にボタンまで消費させてやったぜ。ジュルーのボタンが減ったぞ。あ、もう誰も反応してくれない。相方は藤宮さんですよ。ローラー怖かったんで先にキル取って藤宮さんをかばいました。夏目先生、はたばこの二郎がなくなったから僕を白目で見ていただければなと思います。まあそこまでかもしれないですけど、まあ全部ザチキンさんの可能性もあるんで、全部ザチキンさんですよ。相方は真っ白です。相方の手は白いです。あ、まあ、全部嘘だと思いますよ。嘘ではなく、うん、これは、うん、あ、じゃあ違います。片方藤宮さんどうなんですか。片方藤宮さんですですよね。藤宮さん最初のキル、相方だったら発見するわけないじゃないですか停電中ですよ。停電治ったっけ。治ってないかわからないですよ、藤宮さん。あ、これはインポスターですね。頑張ってください、藤宮さん。誰だろうな。アルマさんかな。僕なんだ。ここだけやらせてくれ。アドミンです。藤宮さんと先端さん絶対無理。え、まあ、したい場所もう一回お願いします。アドミンです。アドミン、はい。で、藤宮さんと先端さんを置いていって死体確認しに行こうと思ってアドミン入ったら死体があったって感じです。はいはいはい。じゃあアルマさんのセルフ追わないのであれば LG さんか僕かの2択ということですね。なるほど。今回の行動は、ストレージの配線をやった後、シールド、ナビゲーション、O2、ウェポンのタスクをやってカフェテリアに入ったところでレポートです。LG はリアクター行って、エレクトリカルで死体いるか確認して、ストレージ、アドミンちょっと見るで、右側になんか2人ぐらいいたかな。で、あと左に1行った気がする。で、その後、カフェテリア右上タスク中に、リアクターなる。で、アッパーが最終です。で、まあ、やれる位置ではあります。アドミン見たときはいなかったんですか。アドミン見たときはもちろんいなかったです。ケンさん、
ゲンさんちなみにすれ違ってないんですけど、なんかどういうルートで戻って行ったとか左見てませんか？リアクターは多分来てましたよね、最初。最初来てました。なんかどういったとか、あの置いてった僕は覚えゲーしてたんで、どっちから抜けたか覚えてない。僕も覚えゲーしてたんで、どっちが行ったかわかんない。僕の白アピをするなら、初手のキルの時に夏目先生と左側にいたっていうのと、2回目の寺蔵さんキルの時に、夏目先生と一緒にウェポンシールドコミュニケーションと大きく走って、コミュニケーションのサボタージュの時にコミュニケーションに突入できていて、最終ストレージアドミンと行ってアルマさんとダウンロードのタスクを一緒にやって終わっています。LGモーが2日目結構黒そうなので、まあ、田坂さんの否定する形で言うと、初日全部のキルが座敷にさんだった場合は田坂さんが白でも全然ありえて、夏目先生白、田坂さん黒でやってなかっただけっていう説はありえるのと、LG 初日は先端さんとアルマさんに絶対無理って見てもらってると思うっていうのは一応言っておきます。でアルマさんのはちょっと最近見れてないので、セルフかどうかちょっと分かんないって感じです。藤宮さんと先端さんで僕のセルフ疑ってます？あんま疑ってないです。じゃあ、畑坂さん降りれるような、そうだよな。ボタンが3人で動きます。白3人で。そうですね。はい。お願いします。ザチキンさんとすれ違って、聞こえてます。ナナメさん。はい。はい。タスク終わってます。タスク僕はドロワーのやつがあと1個で終わります。場所言っちゃダメ。NG が、場所言っちゃダメ。6個ぐらい。NG は3個ですか？これ、僕のセルフ疑わないんだったら、もうロラしちゃいたいんですけど。ちょっと内宮センターもボタンないですよね。ナイス。なので、まあ、ミス。さっきの盤面からロラすべきだったのかするな。そうですね。アルマさん残ってるのわかんない。ボタン残ってるってあんま思ったら。うん。けど、まあ、アルマさんのセルフも一応あるから、まあ、一応ね。まあ、当たってないけど。うん。ごめんなさい、僕が結構タスク残ってるんで、やります。お願いします。怖いな。まあ、なんか6-4ぐらいで僕はエレジーさんの方が、まあ、2日目がねだいぶ死体位置に近かったから疑われちゃうの正直わかるんですけど、これ今のターン関与しないように、できるだけその3人に関与しないようにリアクター中アドミンにつっといて O2 になって即直しして、そうですよね、っていう行動をしてました。あ、それは確かに僕が近いのは申し訳なかったです。ただ一応言っておきたいのが、僕がもしもインポスターだったとして、そこの3人に近づいて普通に殺したら、まあ、速攻つられて終わるから、さすがにそういうあれはないかなって思ってもらいたいっていうの、と LG さんが同時に近づいちゃった時、そうですね、それがちょっとあれですよね。一応まあ初手のリアクターはキルクール全然開けてない時間だったので、多分だからまあ全然行ってもいいし、まあ最速で一応行っておいた方がいいかなと思って行きましたって感じです。停電は直さないので、直さない、はい、3回レジさんでいいよね。あ、行けばいいですか、うん、どっちがいいですか。僕もタスクやりたいんで直さないです。じゃあ俺が直せたと思い行きますけど。あ、いや行った方がいいのか、これ どうしたいんだっけな。任せます。まあ、いいか、うん、何語か。とりあえず向かうことにしません、ね、近かったら。はい。あ、いや、来ない方がいいんじゃないか。
白3人で向かいます、停電は。あ、了解です。はい。移動中に殺されると厄介だよな。あ、急に行きたいな。まあ、いいか。やっていくね。やるんだったら僕も来たかったな。ナイスナイスナイス。はたたこタスク終わりました。しろっ。あれ、アレマさん残ってます？あ、もう終わりました終わりました。じゃあ僕だけかなと。僕もあります。あ、センターさんもだか。これレジさんっていい気がするよ。え、マジっすか。うん。レジさんってボタンあります？ボタンあります。押してないですよね多分今回俺。うん、確かに数量的に正直もう先端さんの分しかない気がするっていう。な、何個あります？ AG1 個なんですけど、と3個ぐらいあります。3個ぐらいですね。まあ、タスクが終わって押したっていうのがかなり。そうですね、正直それはわかるんだけど、そうすると俺してるのはタルマさんのセルフしか思えなくなっちゃうから。でもそうだな、もう1回やってレディさんに押してもらいます、今のやつやって。ああ、なるほど。僕がタスク終わったら押せばいいですか？一個やって。そうっすね。うん、了解です。はい。サボタージュいきます。ありがとうございます。O2 の時だけちょっと怖いですよね。そうっすね。怖い。うん。うん、ナビはなんだ、電力変換か。これだけやっとけばいいかな。
お疲れ様です。あ？どういう状況ですか？え？嘘？え？あれ？あ、いいのか、いいのか。びっくりした。びっくりした。なんか一瞬パニックっちゃった。畑坂さんが死んで、あ、いいね。そうですね。畑坂さんが死んで、ね、今直前の動き言うと、なんか、エレクトリカルに3人ぐらい、3人まとまってたじゃないですか。で、O2 が鳴って、エレジー下から行く。で、多分センターさんは上行ったのかな。で、時に、ちょうど見合う形で、この字の上ら辺で、畑坂さんの死体を発見しました、エレジーは。まあ、エレジーさんでいいと思いますか。もう完全にアルマさんってずっと一緒にいました。うん、なんかセンターさん、藤宮さんとも。タスク終わってボタンを押すっていう流れで、ボタンを押さないのが、なぜですか。まあそれはタスクがまだ終わっていないからですね。タスク終わってないのにエレクトリカルの前のあの変な場所で立ってたんですか。なんかちょっとエレクトリカルで何してるのかなと思って思ってました。ちょっとOTWOの後ね、エレジさんしか見てなかったですか。多分この字で死んでるだろうなって感じで、うん、宮さんがボタンを押してアルマさんがアドミン側直してくれたのを見て、はい、僕は死体発見に動きました。なるほど、とても分かりやすいです。じゃあ、まあ、なんとなくお察しなので最後に一言いいでしょうか。いいでしょうか。どうぞ。下から来ると思ってました。くそ。ああ、そういうことか。もう1キロ持ってこうとした。待ってたんですね。そうですね、待ってました。いやー申し訳ねー。いやー待ってました、ね。素晴らしい。ナイスハチョウ。やられちゃった。全然。できなくて、こちらこそ。いやです。もう三キル全部ガチで座敷さんです。申し訳ない。いやうまいな。O2 に2人行ったのは正解だったね、あれ。もし O2 で1人だったら負け、うん。あれはもうなんか結束してた、目くばせして。ノータイムで迷うことなく分かりましたもんね。任せろっつって。しかも2回ありましたからね。あの、うん、アルマさんがハドミンに直して2人でボタン押しはね、ちょっと自信あるんで爆速で直しました。あれはちょ会議中に打ち合わせしちゃうとね、合わせられちゃうから。そうですね。まあそうですよね。バレないように2回担当をね、同じ動きしてましたね。本当あのもう一個前のボタンの前に畑坂さんを見つかりにくいところでキルして O2 ガチを狙いたかったんですけど、畑坂さんがなんか絶妙にバレやすいところにしかいなかったので、その時に畑坂さんに出会えなくて、なんかあのエレクトリカルじゃないとリアクターの前で十字路とかで結構分かれたじゃないですか、はいはいはい、あの後あのベント入ってミッドベイの前で待ってたりとかしたんですけど全然来なくて、でキルできなくてボタン押されちゃってって感じでした。いやー、正解にはあれは悲しいイベントと評されていましたよ。そう、まあ、多分ね、あのね、霊界無線で待ってるの見られてたんだろうからめっちゃ恥ずかしかったです。あとあの個人的にはその、アッパーでキルする前にザチキンさんと同タイミングで弁当ができたのがちょっと面白かったです。めっちゃ、なんかエリジさんも出てきたと。すいません、ちょっとバグってしまってました。あ、大丈夫ですか。バグはどういうバグでした。あの暗闇で、あの O2 かリアクターの時だけマップが開けるみたいな、そういう、すいません。あとあのザツキさんに殺されたのに幽霊にならないっていうバグがあって、バグるな。一回どっかデータ全部消して、そうですね、ちょっとこれは今回の枠終わったら、はい、はい、一回全部まっさらに戻します。まあいいかもしれないですね。夏目先生なんで逃げるんですか。え、夏目逃げましたよね。いやちょっとマジで怖かったから。右でずっと逃げてました。畑坂さんから3回目ぐらいボタン。寺蔵さんが死んだ時ですね。小宮さんもめっちゃついてくるんだもん。だって夏目畑坂の二郎追われてるから、これ一緒に行動してたらもっと追われちゃうって思って。まあ確かに。なんか個人的にはアルマさんのセルフを完全にもう村でなしって判断できたのがすごい強くて、
そう、どっちか殺して殴り合いができなくなっちゃったから厳しかった。僕はほんのりちょっとアドミン側アルマさん一人怖いなって思ってましたけど、ちょっとだけ。まあでも、うん、LG さんに圧かけたんで、ボタンを押してくださいって圧と3人組できたんで、まあ、あのボタンもかなり白くなりました。アルマさんがインポサーでも動きづらいし、もう好きなかったですけど、もちろん。大変でした。いやー、申し訳ない。やっぱキル早めなきゃダメですね、初手のキル。ちなみに皆さん、ピングはどのくらいですかね、今、安定してますか？ 69。安定してるな。はい、一旦入り、なんか250から400をちょっと行ったり来たりみたいな。400くらいだったら別に。あ、じゃあ、まあ、一応でもいいですけど。一応ちょっと、じゃあごめんなさい、ちょっとお着替えさせてしまうかもしれないですけど。はい。はい。まあ、これ、こっち視点から、その富さんがちゃんと見える。そのためさん視点から全員がちゃんと着替えてるように見えればいいと思います。はい。ちなみになんですけど、エレクトリカルで4人になったシーンあったじゃないですか。はいはい、あの時ドサキルしても多分畑坂さん死んでるから普通に釣られてましたよね。あの時点でもう畑坂さん死んでたんだ。あ、そう死んでました。あの2回切ってワンチャンじゃないですか。なんかドサキルで。オツ直後でしょ。オツ直後でストレージに会ったタイミングでもう死んでたんでしょ。そうですね。もうそこで行っちゃったらもう。タコさんを先に殺した時点でもう O2 が近リアクターが近しか多分ない、うん、ああじゃああれかもう畑坂さん殺す前に固まってキルしてアルマさん以外をキルしてアルマさんの容疑者を一応ほんのりつけといて、まあでもなんでエレクトリカル来たんすかっていうのでそうですよね。まあめちゃめちゃ誰殺そうかって顔しましたもんねなんか離れないからエレクトリカル下でそうなんか一人下にいるけど上にいるのかなって思いながらチラチラ見ててあ、いるねみたいな感じ。畑坂さんが右で死んでるんだったらリアクター連打とか。あ、それもありだったんですけど、まあ、普通になんて言えばいいかな。結局別れさせないと勝てない部分だと思ったので、最終 O2 で一人だけ時間ギリギリできた時に殺せればっていう感じで。ですね。だから畑坂を殺した位置が良くて、あとは3人が別れる2対1の。1の方で待ち構えて、うん、ですかね。で最終がエレクトリカル側で目撃してたので下から来るかなって思ったんですけど、まあ、うまい具合に上から来てたのでしかもレポートまでされちゃったのでもうおしまいって感じでしたマジですごかったんだな。じゃあ停電がちょっと怖かったですね。ちょっと話しましたけど、うん、怖かったですね、うん、停電もありやったかもしれない。おさこさんが近くいる状態とかで、あ、そうですね。畑坂さん多分、うん、だいぶ自分3人のうち誰かを切るし、あと LG さんには近づかないようにしよう。あ、そう、うん、だいぶ離れてた。 O2 で5人一緒になった時があって、その時 O2 の中に入らないようにしました。素晴らしい、うん、いや強かったです。